はい、名城機構越後平林城市に来ています。平林城はですね、越後大石氏に仕えた色部氏、歴代の居城ということで、この地域を治めていた部署ですね。今日ちょっと風が強くてですね、よくニュースでやってる台風の中でヘルメットを押さえながら撮影しているような風がすごい強いんですよ。ちょっと動画でお聞きにくいと思うんですけども、よろしくお願いします。よろしくと言われてもね、聞こえないような聞こえないんで申し訳ないです。中世にですね、この小泉の省南部に寄った色部氏の居城だということが書かれていて、色部氏についてですね、他でも話してみますのでご覧ください。いわゆる関東の武将ですよね。関武平氏、関東埼玉県の今の秩父氏、秩父内という方たちいるんですが、その系統の方がこちらに、鎌倉時代に所領を得てですね、切れで途中までしか写してないんですけど、写真は一応撮りました。多分この矢倉台って書いてありますけど、妖怪山ですね。妖怪山については、一般的なその登山道にもなっててですね、登山道、新しい周遊コースができたと、大体2時間ぐらいですかね。ちょっと私の足でもそのぐらいだとぐるっと回ってこれるような感じなんで、見どころとしてですね、ここから上がっていくと洗い場とか踏切施設とか、さっき解説でもありましたけども、でそういったところとですね、この不動岳とかこの辺もいいんですけど、どっちコースにしても、この平林先生ラギー会というところで作られているんですけど、2時間程度見た方がいいと思います。時間ちょっときついですかね。休みでたら5分かかります。今日は登山に来たくないんで、ここは割愛しますね。ここは随分整備された道になってますけども、この上がですね、平山城っていうんですかね、山城のその、山城はその爪城というか、書いてある戦闘目的、戦地にはこちらに立てこもったりする。で普段はですね、城主とか家臣団、この屋敷にいたという典型的な山城、平山城なんですよね。二の丸、三の丸、この辺もですね、よく見てると結構復元もされてますし、今私が立ってるところもこれようになってますけど、門の塔、川がそこにありましたけど、水が持ってきてですね、非常に分かりやすい中世のお城ということでご紹介したいと思いますね。入り口はこちらになりますね。割と越後にはいろんなお城ありますけども、こんなに整備されてるお城っていうのもなかなかなくて、別に国名城とかそういうことじゃないんですけど、国の指定史跡ということでですね、整備が進んだと。これ周りがですね、このような、町になってますけど、そこから少し小高い、少し離れたところに見ても分かりますね。すごい道が綺麗になっているんですね。土のうが入ってますけどね、遠くから見ると一瞬石垣かと思いましたけど、そんなことはないです。はい、これ千貫寺の方から歩いてきましたけど、そこに立ってるのがですね、小屋みたいに見えますけど、そうですね、20台ぐらい止められますか。それとアナウンスされてる、資料が置いてあるところですね。でさっき係の方がいたんで、今コロナの関係で線が置いてありましたけど、入って構わないということなんで、ちょっと撮影させていただいて、パンフレットいただきました。これが全体で、もうかなりね、前来た時も木が切られてますね。もっと、それにこんなチップみたいに巻かれてないんですけど、ちょっと、四角を中心にですね、見たいと思いますんで、ざっとですけども、こんなになっちゃったんですね。もっとなんか生々しい、なんか生木の匂いがしますね。雨の後ということもあるんですけど、ちょっと山の中とか谷入れば風は収まるのかなって勝手に思ってるんですけど、どうでしょうか。そこの看板見えてるとこからね、入ってもいいと思いますね。こっち省略して、ここもですから、今木は立ってますけど、
お城のもちろん一部ですし、館などがあったんではないでしょうかね。山麓少し下ったところに今畑になってますけど、あの辺も、お城の関係者が住んだんじゃないでしょうかね。水の取り具合はちょうどいいでしょうね。そんな谷が深いわけでもないですし、平野に突き出てるわけで、まあ、海には遠いですけどもね、まあ、背後に溶岩山っていうそれだけの山を持ってますから、いざという時はそこに立てこもるということだ。こんなに木を切って整備されてるとは思わなかったですね。なんか前はあまりよく見てなかったって言うんですけど、ただ山みたいになってただけなんで、あの通り過ぎていたところがこんな状況で、まあ、見通しがこんなに良くなってるとはちょっと思いますね。これがさっきの道につながってもね、帰りはこう持てれば問題ないです。なるほど、なるほどね。ここへ車を入れるために道広げたんですね。前もっとこんな登山道みたいなところですよね。ここはあの岩立ち、立てっていうのはあの館のことでね、まあ、東北地方なんかは立てとか言いますけど、立てとか立ち、まあ、館のことですよね。まあ、平たいですよね。あのさっきそうですね、5、6メートルも上がってきて、標高がだいたい海抜で言うと20メートルぐらいなんでしょうね。千貫神さんの方でもそのぐらいでしたから、あ、こんな感じでしたね。またこうね、あの水が豊富なのはね、まあ越後は水がきれいですからね。こちら小口の方へ降りていくと、看板もだいぶ整備されたんでしょうかね。ちょっと覚えてないですけど、あんまり昔細かく写真撮らなかったですからね、あの看板はなかったような気がしますけど、こうなんか明るく、なんか全体的に明るいですね。明るくしたんですね。かなり伐採されてる感じですね。なるほど、見やすくしたんですね。まさにあのこうね、俗日本百名城になってもいいような規模のお城ですから、ここにね、まあ、国の指定文化財というところでですね、まあ、今日見てるのは先ほど言った通り、あの巨漢ですよね、を中心に今北の門から入ってきて、三の丸付近に差し掛かるとこで、ちょうど三の丸と二の丸の真ん中ぐらいですかね、滝谷川という川が流れています。ちょっとすみません、曲がってた、米沢宮内国以来廃城、江戸時代は使われてなくてですね、藩主がいたわけでもありませんし、藩領というかここに何か陣屋とか拠点があったわけでもないんですよ。ただ、室町戦国とその色部氏がですね築いた、堀、空堀、縦堀、増方、迷い道古井戸、まあ、中世の様子にお城なんです。それの遺構がですね、まあ、かなり先ほど写真見ましたけども掘り返してですね、こう遺構がしっかり出てきたというところで、まあ、ほとんど江戸時代手つかずでしょうね。これはも こう山城好きな人にはたまらない場所ですよね。本当にあの掘削しないと何も出てきませんでしたからね。これ土塁ですね。あのすいません、見逃しやすいんでね、土塁はここに書いてありますね。まあ、こういったあの先ほど写真も載ってましたけどね、まあ、ちゃんと空堀というか堀とかね、そういう部分、あの奥にも看板表札が立ってますね。なんか来るわっと、あのいろんな遺構を見ますけども、ね、ただの山として見るよりもやっぱ一個一個ね、まあ、看板が出てるのが一番わかりやすいですよね。ちょっと溶岩山は見えないかな。さっき離れて写真は撮ったんですけど、ちょっと奥山はちょっと今見えないんで、ぐるっと回る、ちょっと周遊は確かできなかったような気がするんですけど、どうでしょうかね、道作ったのかな、まあ、あの要するに掘ってあったりしますから、そういう、まあ、ここに小口の方ですよね、空堀のことについて書かれてますけど、まあ、こんな絵が描いてあって解説付きなんてありがたいですよね。何のことだか普通わかんないですからね。本丸小口、まあ、門があったみたいですね。今見てるところ、空堀になりますよね。その断面図までありますね。登り、まあ、かなりしっかりしたこう人工的な形ですよ。あの自然でこんな出るわけないですからね。盛ったというか掘ったというか、まあ、ここあのおそらく水があったんでしょうね。水堀、今も水が雨の後ですけど水がね張ってるような感じで、これは土塁とかね、これ上乗っちゃまずいでしょうね。何も書いてないですけど、まあ、立ち入らない方がいいと思いますね。まあ、こっちを歩道というか、あの歩けるようになってまして、あの細かいところまで見ようと思うと全部見て、そうですね、
ここだけで1時間ぐらいはかかると思うので、今ちょっと飛ばして見てるんで、ゆっくり見たいという方はですね、あのパンフレットがありましたんで、それを見ながらですね、あ、ごめんなさい、パンフレット写真だけ撮ってましたけど、あちらの館の方でこういったものをもらえますんで、これにですね詳しく書いてありますね。ですから、あのこう静かな山城巡りをされる方にはですね、これおすすめの場所ということですね。まあ、当然ちょっと、撮影も1回では入りきらない、あの広いんでね、こうさっき見てた岩立とかね、今中グルアのところにいますよね。それから、小口とのぼりと、ちょっと変な風に突っ切っちゃったかな、まあどっちから行ってもいいんですけど、まあ、ぐるっと回って、まあ、もう一段高くなってますけどもね、今あの要するに裏山の方に向いて、あの土塁とかね、ちょっと堀をもうちょっと詳細に写したいですよね。ああいうところを見ないと、あの山城ってもただあの山ハイキングになっちゃうんでね、ちょっとゆっくり、ちょっとここはあのこうなんですかね、方向性が分かんないですよね。どっちに行ったら次に何があるっていう、あの細かいこと言うようですけど、あの1番2番とかね、番号がついてると初めてだと分かりやすいですね。まあ、来たことあればですね、あの地形で あそこの上だったっけなっていう、まあ、そういう感じで 見れると思うんですけど、ちょっと看板とかがなくなると、ね、こういうとこだ夕方がってこない方がいいですね。ちょっと道も分かりづらいですし、あそこも丘みたいになってますけど、あれもまあ来るあの一つと、こう段々になってですね、ちょっと今飛ばしてましたけど、ここがあの、土塁の下ですから、登り、まあさっきひらがなで屋敷って書いてありましたけど、まあ、ここも平らですけどね、こう屋敷があったんでしょうね。この今たくさん木見えてますけど、これは後世のものですね。あの樹齢からいってもう間違いなく、戦国時代のもの木ではないですよね。まあ、その代々変わってきてるかもしれませんけどね。こっちにもねあるんですよね。ちょっとこう一回落ちてるんだから、水堀というか川、あの水源がすごくたくさんあるんで、非常にあの守られてる感じですよね。ここだけでもなんか大きな石垣は見当たらないですけど、石垣でもあればですね、健康に守られてるような感じですよね。土塁とかね、好きな人にはこう山城の魅力って何だろうなって思いますけどね。こういう道があるんですけどね、こっちから上がっていってもいいんですけど、まあ土塁だったり、そのちょっと見えないところに隠れたところに小さい石垣があったりですね、まあ、これもそのこんなに高く積んでね、まあ、ここはあと山に入るだけなんですけど、山というか奥に入るんですけど、ぐるっとね、まあ、今日はあの土塁こちらの中心にちょっとお見せしますか。こっちから行きたいんですけど、踏んじゃうことになるからあまり行かない方がいい。ちょっと戻る感じですね。ちょっと長くなりますので一回切ります。